先生。はい。M&A バンクでも結構その専門用語って出てくるじゃないですか。で、出てきますね。すごいお恥ずかしいことなんですけど、僕ちょっと実際よくわかってないんですよ。M&A の用語編ということで、ちょっと一つお聞きできたらと思います。今日聞きたいのが、ちょっと会社分割について聞きたいんですよ。分割ってなると、株式譲渡とも全く違いますし、いろいろ違うじゃないですか。で、違うね。まずその分割、会社分割っていうのはどんな種類があって、どういうものなのかっていうのをお聞きできたらなるほど。と思います。それはね、ネットで調べて。あ、そうです。わかりました。そりゃそうだ。そりゃそうだ。それネットで調べればわかるんだけど、せっか戦く後なんかこ解の凍動で画で伝えられることとすれば、そういうテキストに載ってないようなこととか、僕は実際その分割で MA をして、あれこれ想定外だったよみたいなのと、あ、これすごく良かったみたいなところをちょっとお話できたらいいんじゃないかなと思ってますと。どうすか、福留君。聞きたいです。そういえばあれですよね、OK。今ある会社も会社分割されたみたいなお話もされましたもんね。そうですね。だからまあ会社分割って、まあその字のごとく会社を分割するんですよ。で、M&A するときに、もう会社をの株を売る株式譲渡があるじゃん。じゃなくて、会社の中の事業を売る事業譲渡があるでしょ？そうじゃなくて、会社を売るときに株式で売りたいんだけれども、この事業譲渡じゃなくて、もう会社として分割して、売却をするっていう、まあ、組織再編の一種なんだけど、まあ、吸収分割とか、まあ、なんだっけ、いろいろ種類あるよね、2つか、株式分割かな、あるんで、まあ、この辺はちょっとね、自分で調べたら結構いろいろテキスト出てくるんで、まあ、自分で調べてもらいたいなっていうのが1つと、で、どういう時に使うかっていうと、例えばさ、福住が会社経営して、A 事業、B 事業あるじゃん。で、事業譲渡だとな、売りたくないな、みたいな、株で受け取りたいな、みたいな時に、大体分割っていうのを使ったり、あと、そのうちも実際僕がそのフランチャイズ窓口売却する時もそうだったんだけど、事業譲渡で売っちゃったら、結局事業譲渡ってその契約を巻き直さなきゃいけないでしょ？めんどくさいですよね、ってな、手続きが。だから、要は、買い手、事業売却したら、今度は、紐付いてたクライアントだったりとか業者さんが、いや、新規の取引なので契約できませんとかいうケースって結構あるわけよ。だから大体そういう時に分割を使うんだけど、そうすると会社を分割して、その分割した会社をの株を買えばさ、結局契約の巻き直しが不要じゃん。だから、まあ、そういう時に用いられる場合が多いんじゃないかなっていう感なじ。るほど。で、僕もずっとその前の会社の事業を、まあ、どういうか5年ぐらいやったのか、5年ぐらいやってて、言っちゃえば契約書があれどこ行ったとか、なかったとか、そういうちょっとなんか、まあ、新しく契約を巻き直すと、だったら条件見直すよ、みたいな、要は取引先もいるわけじゃん。そうすると、想定してた会社の価値が、だいぶこう、目減りする可能性もあるから、だったら分割して売りましょうっていうのが、まあ、考え方だと僕は思ってますと。で、これかなり注意すべきポイントがあるんですよ。分割したら、分割された新しい方と、分割元ってある、もともとある会社があるでしょ。だから売る事業をどっちに載せるのって結構重要なんですよ。分割して新しくできた方に売る事業を載せて売っちゃった場合、税率20%で受け取るのは厳しいわけよ。これって結局、じゃあそれ、節税っていうか、要は税効果のために、まあそういうスキームを取ってますよねっていうふうに見られがちだから、ちょっと難しいんですね。でも、分割してもともとある方に売る事業を載せて、続ける事業を新しい方に載せて、元ある会社を売った場合に限り、分離課税約20%の税率が適用されるわけよ。これが確か2018年、あ、17年の秋口ぐらいかなに、まあそういうふうに税改正されたと思うんだよね。なんで、まあ事業そがあっうなんて、ですね。事業2つ事業あって、会社売りたいな、こっちの事業を売りたいな、事業譲渡だったら結構そのもう取引ができない可能性があるから、事業が既存しちゃうから、分割でやりましょうってなった場合、分割するんだけど、元ある方に売る方を載せて売らないとダメなんや。
じゃないと、あの節税は、まあ、要は分離課税で、売却益を受け取ることはできない。でもこれって結構戦略的にやらなきゃいけなくて、僕もそれやってよかったなって思うのはその 20% なんだけど、はい、これ皆さん注意なんですけど、例えば今僕がやったように元ある方に売りますよね。そしてこっちの新しく分割してできた会社に残す事業をやるわけじゃないですか。そうすると、うん、ここの会社の、財務とかいろんな履歴がリセットされるんですよ。要は新設法人になっちゃうんです。新設法人になっちゃうと、まあ、要はいろいろ取引するときに、あれ何期目ですかって言うと、今新、立ち上げたばっかりです、はい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 、説明がややこしかったりとか、あと一番重要なのは金融機関だよね。で分割する前にこっち、まあ、この会社で金融機関から、いくらぐらい3000万ぐらい融資してもらったんです直前、うんうんうん、その前にその 2年前ぐらいかな、政策金融公庫から1500万ぐらい借りてた。でこれどうなったかっていうと、その3000万円の、融資はこっち新しい方に紐づいたんだけど、そうすると、うんうん、まあ、リソナ銀行だったんだけど、あのいやそれはちょっと聞いてないからすぐ返済してくださいって一括返済を求められた、新設の方でっていうことですよね。新設の方で、そうそう。だから僕は売却益を、はいはいはい、こっちの方に振り込んで、そこから返済を一気にした。3000万円。でも、はい、日本政策金融公庫の、まあ、1000万ぐらいだったかな。それに関しては説明したら、はい、わかりました、みたいな感じだったんで。軽い。そうそう、だから金融機関によって多分その辺が違うと思うんだよね、うんうん、だから注意するのは融資を受けていて、はいはい、いや分割して元ある方を売っちゃった方が分離課税で受け取り額大きいんでしょうってなった場合、うんうん、融資を、要はいきなりもう返済を求められるケースがあると思うんで、皆さんここ注意っすね。そうっすね、それもすごい注意。これ調べても出てこないでしょ。出てこないと思います。ちょっとどやりましたけど、これ本当注意ですよ皆さん。そうなった場合はもしかしたら分割して元ある方じゃなくて新しく切り出した方に、うんうん、で売ったらどうだったんだろうね。でもそれももしかしたらその融資する時の条件で事業売却とかをしないでっていうふうにもし言われてた場合は、契約書の中に入ってたら要は一括返済しなきゃいけない。もちろんだってさ、金融機関もさ、すでにある事業の収益性を見てお金を貸してるのに、うんうん、勝手にそれ売られたらさ、おいおいちょっと待ってよって話になっちゃうもん、ね、じゃあちょっと待ってよって島岡さん言われたってことですか。ちょっと待って言われましたね。あ、いや直前に言ったんです、一応事前だけど、あ、直前に、はい、そしておっとちょっと待ってくださいみたいな感じでもういや MA が決まって、そして、うんうんうん、後日やっぱりすいませんちょっと返済してもらいたいですみたいな感じで、それ結構税務に続くぐらいの注意点じゃないですか、はい、それ、まあ、融資受けている会社さんって結構もう、うん、今コロナだから結構いらっしゃるじゃないですか。あ、それあるかもしれないね。だからコロナでめちゃくちゃ融資受けて、うん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 、で、じゃあもうちょっと今の事業ダメだからもう売っちゃおうと、うんうん、もしかしたら売却してその銀行にその情報があったら、うんうんうん、じゃあ一括返済してくださいって言われる可能性はゼロではないよね。そうですよね。あ、そっか、うん、なるほど。じゃあどうするか、ね、まあ俺だったら言わない、ね、言わないってことあるんですか。あ、まあ分かんないけど、まあ後で言えばいいんじゃん。うん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 。それって法的に OK なんですか、うん、それ言わないとか。法的には OK なんじゃない。いや、法律で別にそういうの決まりないでしょ。多分その、この融資契約の時に、なんか事前にとかあるかもしれないけど、うん、まあでも実際俺もそういうことがあったから、うん、そこは注意だよね。うんうんうん。分割せずに、もうこの会社ごと丸々売却してたら、別に特に問題なかった。株主が変わるだけだし、特に問題なかったと思うんだけど、あれピンポン来たよ。すいません、ちょっと一瞬だけ対応してきていいですか。いいよ。あ、完全にこれはもうあれですね。まあいいや、行ってきなさい。ちょっと、はい。一瞬だけ、すいません。はい。相当ペナルティーですよ。はい、大変すいませんでした。大丈夫。大丈夫。今働いてなかった時間、給料が天引きされてるから大丈夫。給料が天引きされてるから大丈夫。すいません、お待たせしました。はい。いい、まあ、ということですよ。はい、ということで、はい、分割した時の支配権が継続してるかしていないかっていうところが論点になってくるってところと、あの特別編として融資を受けてる時は、あ、まあ、より全然ね、全然まとめてるようでまとまってないね。違います。ですか。だから会社分割っていうのは、M&Aをするときに会社を分割して売却する、はい、
ときに用いる手法 で、うんでまあ株式譲渡、事業譲渡、分割して売却するみたいな、大体この3つに貢献されるで、分割して、まあ、注意点は元ある方を売るのか新しく分割して方を売るのか、うんうんうん、で分割して売ったときに注意するのは、あ要は融資関係だよね、そこ、うんうんうん、一括返済を求められるケースがあるから、あそこは注意して、まあ、進めた方がいいですよっていう感じです。聞いてました？聞いてました。はい、わかりました。すいません、今日もお探ししてしまって。ちょっとなんかコメントで最近福住くん可愛いとか言ってた。ちょっと調子乗ってるでしょ。いや、結構バットボタンが多かったんで。そりゃそうだ。そりゃそうだ。ちなみに福住可愛いっていうの多分福住自分で書いてないよ。書いてないですよ。しかもそれだったら自分で書いて自分で返信してますからね、それ。そうだよ、相当恥ずかしいなと思って。自分じゃないですよ。じゃあすいません、皆さん今日も参考になったらぜひグッドボタンお願いします。あとこういう場合どうなんですかっていうコメントもいただけると幸いです。じゃあまた M&A バンクでお会いしましょう、はい、ありがとうございました。 M&A のアドバイザーに頼む前に、資金調達ももう投資家に話をする前にいろんなアドバイスができると思いますので、ぜひご相談ください。お問い合わせお待ちしております。